どうも、高いです。10日ほど前にドコモショップで Google Pixel 9を購入してきました。無印の方です。なんでわざわざ高いドコモショップで買ったのって思われるかもしれませんが、私自身は超田舎出身で、電波が5分の1、快晴とか天気がいい状態だとようやく半分行くかなっていうレベルのところに住んでるからです。なので、必然的に田舎だとドコモ行ったくなっちゃうんですよ。残念ながらね。で 8日内キャン、クーリングオフ、キャンセルっていう感じのね、ことをやりたかったんですけど、それができなかったっていう話し返していきます。そもそも、私の部屋っていうのは、そのフリーワイファイっていうのは飛んでないんですよね。長年、十何年とガラケーユーザーだったことが弊害としてあるんですけど、四クしていました。そしたら、ようやく落ち着いた 6, 6日目、7日目あたりで、Google Pixel 9の情報を知ったんですよね。ようやくですよ。 でそこで、どうやら Google Pixel 9の無印と Google Pixel 9のプロでは手ブレ補正が半端なく違うと。それは動画ブーストの話なんですけど、無印の方には動画ブーストがついてなくて、プロ版の方には動画ブーストがついているで。それは運転の差だったんですよで。YouTube の投稿、もしくは配信を考えるんだったら、プロ版にするべきだって、プロ版一択だって話があって、これはもうキャンセルしてても、プロ版に乗り換えるしかない。 とといいううかかプロバにししててもらうしかないっっことを思ったんですねでこれの話についてまず7日目に電話をしで8日目の日に予約が取れその日に行ってでそしたらですよ電話の時は快く「ウェルカムですよ」って感じで「ぜひ来てください」って感じだったのに8日目の話になった瞬間に「いやいや。 Google ピクセルないんだろうが、Google ピクセルプロ r o だから、私たちにはその差は一切分かりませんと。プロじゃないので分かりませんと言われたんですよ。え、ええーって感じで、ウェルカムしてたじゃんみたいな。その差が分からないどころか、スタッフも普通にこういうピクセルないんで動画撮って、プライベートでやってますよって言われて、なんの問題もないですって。動画ブーストの手ぶれ補正がなかったら、私は、 ソニーのハンディカム。これは今8年前のハンディカムに撮ってるんですが、これよりも手ブり補正ひどいんですよね。ビデオカメラよりもひどいということで。動画ブーストで抑えるトントンがそれ以上いってるとは思うので、そっちを使うべきだと思ったんですけど、どうやら、洋館へクリーンオフは多分 iPhone みたいな感じで、もうメーカーそのもの、携帯そのもの、メーカーそのものが、私にはこれが合わなくてこっちの方が良かったんです、みたいなね。 そういう表現じゃないと、おそらく、洋ないクーリング法に適用されないんですよねもう。プロと無印版程度の差では、どこもショップは洋ないクーリング法に対応してくれないということで、皆さんもこのことは心よく引き受けられるから、いや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 、変えてよって思うかわからないですけど、実際にこの後撮ってみます、ね、それで、うん、こんなにひどいんだったらやめとこうかな。でも自撮り程度だったらこれで OK かなっていう、それを、 皆さんの目で確認してみてくださいはいピクセル9の自撮りモードです手ぶれどうだろうあえて揺らしてみるけど室内撮影だったらこの程度もいいのかなよくわかんないけどねで一応ドコモショップの周囲を見てみたんですけどスマホ教室スマホの無料貸し出しも含めてそちらの 教室1階の料金が円でで出たんですねそれは高いとみるか安いとみるかで、おそらく高齢者ビジネスなんですよね銀行の投資信託とか保険保険で言ったら郵政なのかな日本郵便ってアフラクの生命保険あるじゃないですか その保険のことを考えると、高齢者ビジネスにドコモショップもやってるんだなと思って、ちょっと寂しくさを覚えますね。で、話もおよそ1時間の予約だったんですけど、1時間10分、20分と超過してたんですよね。で、カの iPhone の話も出てはいたんですけど、約40分過ぎたあたりから話が始まって、いやいやいや、そんなんじゃあなたはこれだけ話した分かったらなんか対応できない人と思っちゃうんですよ。 で残念ながら、その日は、すいません、時間がなくなったのでって感じで帰りました。なのでもし、ドコモショップ、弱かないクリーンオフ、適用されるのでしたら、もう完全にスタッフがミスリードしたっていうような話を持っていかない限りは、無理なんじゃないかなーって思ってます。なのでもし、ドコモショップで携帯を購入される場合は、弱かないクリーンはほぼほぼ機能しないと思って、購入されてください。 チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります登録お願いしますそれでは